はい、次に紹介する漫画はこの殺し屋カプセルっていう漫画ですね。古賀慎一っていう 人が作者です。まあ今大体まあこんな感じですね。ちょっと劇画風な感じもするんですけど、まあこの本は1979年10月25日にこの単行本が初版として出されています。ちなみにこれ初版です。まあネットで今1000円ぐらいで買えたんじゃないかなと思うんですけど、まあ個人の売る本屋で山積みにしてるようなところがたまに埋まってることがあります。そういう時に買えば大体100円ですね。まあこの単行本には作品が4つ入ってます。カプセル、あ、殺し屋カプセル1号、殺し屋カプセル2号、殺し屋カプセル3号ですね。まずこの殺し屋カプセル1号なんですけど、まああらすじは単純に、まあこれ1号の主人公なんですけど、単純になんか自殺したい、自殺願望ある人が苦しんで死にたくないということで、ある病院に頼むんですよ。そしたら不審死しないような感じでっていうことで、カプセルの中に入るぐらい、このカプセルに入るぐらいちっちゃい人間たちがいるんですね。で、飲むと、このカプセルから人間が出て、安楽死させてもらえると、いうストーリーなんですけど、この主人公、やっぱり死にたくないわと、言って抵抗するんですよ。まあ、カプセル、なんか、このカプセルの中に入ってる人間の大きさがしょっちゅう変わるので、実際どれぐらいの大きさなのかよくわからないという感じなんですけど、まあで結局はね、やっぱり死にたくないわということで、まあいろいろ、まあ抵抗するんですけど、結局、まあ雲を食べて、この殺し、カプセルの中の殺し屋たちを胃に押し戻したりとか、いろいろやるんで、やって、その薬、この医者からやっぱり死にたくなければ、その殺し屋を倒すための薬、殺し屋を殺すためのカプセルね、カプセル人間があるよって言って、まあ二人殺し屋が入ってるのに、一つしか買えなかったんですよ。で、結局戦った結果、まあ、ちなみにこれ海中ですね。まあ、それはどうでもいいとして、結局、一人しか殺せなかったんですよ。まあ、で、それで、結局、この頃、顔面の神経切られて、こんな顔になって死ぬぐらいなら、っていうことで、まあ、で、なんとか逃げようとするんですけど、まあ足の神経切られて歩けなくなって、せめてものなんか、それじゃあ道連れだっていうことで、泥を口の中に含んで逃げられないようにしたと。で、あとはもう、この殺し屋たちがもう逃げようとするときに、まず口からは出れない。で、鼻から出ようとしたら鼻にも泥が入って出れない。じゃあ耳からだって耳からも泥が入ってて出れないと。じゃあ、肛門はどうなんだって言うけど、まあ、肛門までは長くてさすがに行けなかったんでしょうね。結局、主人公が仮装されることによって、相打ちという結果に終わります。で、殺し屋カプセル2号はどんな話かっていうと、ちょっとある天才集団が IQ150 以上の人間だけの世界を作ろうということで、その IQ150 以下の人間を殺すために、この殺し屋カプセルっていうのを、なんかこういう、風邪薬として売るという話なんですね。で、どん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 、まあ、主人公が、抵抗していくんですが、政治家も殺されたりとか していって、結局、結局、この殺し屋集団が、もうか、まあ、母親がなんとか、警察に訴えようとするところで、結局、体の中に入った人たちによって殺されるという感じで、まあ、怖い終わり方をします。で、殺し屋カプセル3号はどんな話かというと、まあ、単純に、主人公のお父さんとおじさんが、悪徳医者に殺されるんですよ。で、この悪徳医者たちは、悪徳医者たちは、この殺し屋カプセルを使って、殺していくんですけど、その殺し屋カプセルの、カプセルの中の人間たちの中に、この医者に反旗を翻す人と、
で、このし、あの、お父さんとおじさんを殺されたこの主人公が、この、あの、なんかその、まあ、このなんか悪徳医者を倒すために、なんか手を結ぶっていう話ですね。で、あの、それを助けるために、それ用のカプセルをこんな風にガリガリ割って、どんどん出していくんです。で、あの、もう、この、医者の会食の中の食事のこめ、この目ん玉の中に、殺し屋カプセルのなんか人たちが入ってて、まあ、コップに隠れて、まあ、飲んで、階段の中入って、階段の中から殺そうとす、はするんですけど、あの、この医者も結構考えてるんですよね。お腹、あの、胃袋の中に、免疫性のなんか、あの、ものをなんか仕込んどいて、あの、まあ、吐く、まあ、それを吐き出すことによって、こうやって、あの、まあ、殺し屋たちを、捕まえていくんですね。で、あの、まあ、一人一人拷問にして、あの、他の仲間を聞き出そうとするんですけど、まあ、結局死ぬまで口を割らないと。で、この主人公の男の子が、まあ、うまいことなんか医者に忍び込んで、あの、もう協力して、で、こっから、ここで、まあ、ちょっとか、あの、今、主人公のか、まあ、手段としては、聴診器の中に、このカプセルを、もう小人たちを入れて、なんか医者の耳に入って自爆して、あの、院長を倒したり、で、この、あの、このなんか、まあ、絆創膏ですね。この絆創膏の中に、この、兵隊を隠して、一斉に、あ、一斉になんか倒していくっていう話です。結局、まあ、最終的に、この少年たちは、もうこの小人たちと協力して、まあ、殺し屋の世界になるという、まあ、40年以上前の作品ですけど、なかなか面白いんじゃないかなと。で、最後に、赤ん坊王国ですね。この赤ん坊王国、まあ、知能の高い孤児院に組まれてる赤ん坊たちが、まあ、銀行強盗をするっていう話ですね。まあ、いざ見つかっても赤ちゃんのふりをすればいいんで、まあ、ちなみにリトルジャックっていう銀行強盗のな、強盗団なんですけど、このように、赤ん坊のくせに拳銃を持ってるというか、まあ、拳銃って実際重いから赤ちゃんの力で持ってるとは思えないんですけどね。まあ、これだけの身体で、でもおしゃぶりを加えてるっていうのも、ちょっと、ここは結構笑っちゃったんですけどね。銀行強盗、その後なんか銀行、お金を入れたと、この子供たちはどうやって逃げるのかっていうと、まあ、エスパー伊藤みたいに、バッグの中に一斉に入るんですよ。で、バッグの中から、ピストルを撃って、まあ、で、このバッグをどうするのかっていうと、犬を手なずけて、犬が集団で入ってきて、この犬がバッグを加えて逃げていくという、設定ですね。で、お金を持って、個人に忍び込んで、助ける、めでたしというのか、まあでも警察が来ても赤ん坊だから、まさか赤ん坊と、なんかこの、犬が犯人とは思わないって言って、そのまま、よし、赤ん坊全員逮捕だとか言ってますけど。まあ、赤ん坊だから知らまくれるのも、まあ、うまいな。うまいなとは思うんですけど。あ、でもこの赤ん坊たちテレパシーが使えるんですね。このなんか赤ちゃんがゾゾゾーって歩くシーンは可愛いのかシュールなのか怖いのかよくわからないんですけど、まあそれなりに読めた漫画ではありますね。まあ40年以上前の漫画だから、まあでもこの漫画はもうなかなか見つけたらまあ買いかなと。まあただそういう漫画だけとかそういうとこ行くと1000円ぐらいしちゃうので、1000円だったらちょっとあれですけど、でももし古本屋の山積みしてるところでカバーなしとかで安く売ってたら、まあ買ってもいいんじゃないかなと
思いますね。この40年前の、41年前の漫画ですけど。では、